漫才師の昭和コイルさん、前立腺癌で死去77歳。平平方法、そんなもんだしょうがねえ、などのとぼけた相づちで知られた漫才師の昭和コイル。本名、正田大志さんが30日前立腺癌で死去した77歳だった。群馬県生まれ、1966年に、獅子天野、瀬戸湾野、 に入門して漫才コンビ花園のいる花園ノイルコイルを結成後に昭和ノイルコイルと改めて76年に漫才コンクールで最優秀賞86年からの東京の寄席で活躍した相方ノイルさんが話題を振るたびによかったよかったしょうがねえとそっけなく応じるやりとりが笑いを呼び 2000年代に入ってテレビ番組などで人気が出たノイルさんが病気のため近年は漫談なので舞台で立っていたということです、えー、この昭和ノイル・コイルさん、えー、正月の、えー、テレビでよく出られていてまあ、いつか、えー、またねあの漫才を見れると思っていたのにね本当残念ですよね今日が大晦日ということで えー、ノイルさんの話をコイルさんが面倒くさそうに無気力に受け流すんですよね、で困惑するノイルさんに対して、えー、捕まえどころのない、えー、コイルさんは人,の人を食ったような態度を続けるっていう、でコイルさんは、えー、ネタ中に一貫として以下のような、えー、適当な相図を打つですね、よかったよかったよかったとか、分かった分かった分かった、しょうがねえ、しょうがねえみたいなね。 であのね独特の受け答えがね最高なんですよね、えー、絶妙なね間が,間があるんですよねで、えー、間があることでその、えー、伝えるだとかその聞かせる芸になってなんかすごい記憶に残るような、えー、受,けあの受,け受け答えなんですよね、うんえーまあ、ウィキペディアによるとあの 前髪がね少なくなっていたらしいんですけども昔からなんかリーゼントのリーゼントをされていたとで漫才協会の理事もされていて以前は地元伊勢崎市にもしもしという居酒屋を経営されていたということなんですけども面倒になって閉店をされたそうですあとは東京都北区にスナックもしもしを夫婦で経営していたと いうことですね。で、えー、大晦日にね本当にとてもね悲しくね寂しいニュースですね。えー、昭和、えー、コイルさんの、えー、ご冥福をお祈りしますということで、えー、本日のニュースためになったって方チャンネル登録高評価をお願いいたします。では次のニュースでお会いしましょう。それではさようなら。